映画、麻雀放浪記2020、4月5日公開の、公開初日舞台挨拶が5日に、都内で行われ、斎藤工、桃、チャランポランタン、ベッキー、岡崎体育、弟拓真、竹中直人、白石和也監督が登場した。同作は、浅田哲也の250万部を超える、ベストセラー小説を、実写映画化。主人公、坊や、明、斎藤がいるのは、2020年の未来。人口は減少し、労働は AI にとって変わられ、街には失業者と老人が溢れており、東京オリンピックが中止となっている。1945年の戦後からやってきたという坊や、明が思わぬ状況で立ちはだかった麻雀で死闘を繰り広げる。テクノバンド、電気グルーヴのメンバーで俳優のピエール・ダキ容疑者が、麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことを受け、白石監督と、東映代表取締役社長、多田紀之氏が、ノーカットのまま公開することを会見で発表するなど、波紋を呼んでいた同作。4日に滝容疑者が保釈となったことで、舞台挨拶後に斎藤と白石監督が囲み取材に応じた。斎藤は、保釈されたからといってこちらが変わるわけではないんですが、これだけ大きな波紋が広がることも、想像ができてもいざ目の当たりにして、初めて実感されてるんじゃないかなとも思いますと、苦しそうな表情を浮かべる。また白石監督がメディアからの厳しい質問に答えている姿を間近で見てきたことから、その監督の姿こそをピエールさんに見ていただきたい、猛省していただきたいと思ってますと気持ちを表した。さらに、もしかしたら僕ら自身も信用されすぎているんじゃないかという考えも提示、常に検査をというのも僕自身はそれくらいでもいいと明かし、そのくらい、キャストもスタッフも、信頼という上で仕事が成り立って、放送や公開にたどり着くというプロセスについて、深く考えましたと語る。作品ごとに審議議論は必要だと思うし、特殊なケースかもしれないけど、一つの、麻雀放浪記2020が出した答えが、映画人、映像にまつわる方たちの希望になることを、願っておりますと語りかけた。一方、白石監督は、映画監督とピエール滝という関係性では、作品を作るのは、難しいかもしれませんけど、ここからは一友人として、必要であれば、滝さんの治療とか、社会の中で何を貢献していけるかは、協力できることはしたいと、今後への思いを明かす。僕も、今まで、映画の中で薬物のシーンを出して、この映画にも少しあるんですけど、ただ撮るだけじゃなくて、一緒に考えていきたいなと思っていますと改めて、語った。いろんな事件がありますけど、一本一本、出演者、我々スタッフ含めて、どういう思いで作品を作っているかということは、関わっている者みんなが考えなければいけないという、白石監督。そもそもなぜエンターテインメントとして、見ているお客さんに何を届けようとしているかということは、この世界に関わる者が、みんな考えて、真摯にやっていくしかないなと思ってますと、今後への思いを吐露した。舞台挨拶では、シークレットゲストとして、前都知事の舛添要一氏も登場。本人役で出演し、麻雀五輪の開会宣言を行うことも発表された。舛添前都知事は、世の中暗いことがあるから、みんなで楽しくできればいいなという感じで、とオファーを受けた時の気持ちを明かし、斎藤もセンセーショナルなシーンになっております。おかげさまでと感謝していた。